パリーグファン、ロッテは落ちる。まだ首位から落ちない理由。なんでなん。落ちても3位までやろ。思ったより日ハムが上がらんのよな。楽天西武はもうダメそうやし。ロッテはそのうち落ちる、まだ首位。ソフトバンクはそのうち上がる、まだ3位。他の2チームも微妙だから。やっぱ絶対的エースいるチームはシーンやなって、佐々木や山本がね。中止が続いて、9月で連戦続きで死ぬの、わかってるからな。それでも昨年ソフバンは、首位を相当追い詰めたぜ。追い詰められて死んだの、ソフトバンクの方やろ。最終的には、あと一歩足りんかったけど、それでも連戦でも、驚異的な勝率で追い込んだんや。追い詰めたって言うけど、ソフトバンクはずっと追われてた側やん。最後の最後に崩れたってだけで追った、立場じゃないやろ。高津とか吉井とか、あの頃のヤクルト連中有能なんかあなお石井古田。宮本は許されたか。打線弱すぎて無理やろ。投手で持ちこたえてるけど、夏場に必ず落ちるよ。打率も得点もリーグ3位定期。上っつが弱すぎて、参考にならない定期。首位争いのチームの中で一番かやからあかんやろ。監督でも能力ありそうって、吉井はすごいな。阪神ロッテの日本シリーズ見たいから、頑張って。皆さんは、ロッテの好調の要因なんだと思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。